最新情報をお伝えします。台風の雲の様子確認します。東シナ海にあるこの雲が台風12号です。そして日本列島から見て、かなり離れた、こちらの雲、こちらが台風13号の雲になります。まず台風12号ですが、最新の情報、10時推定では、強さは強い勢力のまま、中心気圧955ヘクトパスカル、最大風速40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、現在東シナ海を北上しています。石垣島などは、この風速25メートル以上の暴風域から抜けましたが、黄色が強風域、風速15メートル以上のエリアです。まだしばらく石垣島などはこの風速15メートル以上の強風域に入ったままという形になりそうです。では実際の風の実況を確認します。午前10時現在で見ますと、こちら与那国島などでは20メートル近い平均風速が吹いているところもあります。石垣島、伊原間でも15メートル、その他は10メートルから15メートルぐらいの平均風速のところが多くなっています。これまでの48時間の降水量ですが、こちら波照間では400ミリ以上、その他石垣島などでも300ミリ以上の雨がすでに降っています。雨のピークも過ぎていますが、この後は台風本体の雨雲ではなく、台風に向かって湿った空気が流れ込んで、その影響で時折ざっと強い雨が降るということが考えられます。そして海のしけた状態はまだまだ残りそうです。今日の午後3時の予想ですが、5メートル前後と、なっていますが、この予想以上にまだ高い波が、残って大しけの状態と、が続く恐れもありますので、十分お気をつけください。詳しい台風情報はウェザーニュースアプリでもご確認ください。